はい、こんにちは、田村です。秋はもう忙しいですね。初夏に収穫した、小麦なんですけども、在来フルーツなんですが、だいたい8種終わりまして、今年2反分の作付けの分の8種はしましたので、で、余分にちょっと取っておく分と、あとは販売する分と、分けます。で、今日は販売する分の、小麦の、在来フルーツの麦の、もみすり作業をやっていきたいと思います。で、もみすり作業するにあたって使う機械なんですけども、こういう、機械になります。細川の MR1000E ってやつですね。で、スイッチ入れると、もみのローラーが中に入ってるんですけども、こうぐるぐる回ってるローラーの中に、粒がこう通っていくと、殻が割れ、取れるという仕組みになってます。じゃあちょっと早速電源を入れていきたいと思います。麦はあまり多く入れると詰まってしまうので、ちょっとずつやっていきます。こんな感じで、感じですね。殻が取れていきます。しましたら、ここから出てきます。こう。
っていう感じで、こういうふうに綺麗に小麦がもみと殻で、はい、取れました。はい。以上になります。はい。